業の犯行をいなした私にもはや敵はいないと言っていいだろう。打ち合いのカバーに一発、そんですり抜けてった一人も撃破。望み通りサブでキルしましたよ。キルしてくださいって意味じゃないと思うよ。やばい、最近使ってないのに透かされてる。お前に対してじゃないだろ。皆さんやっはろう。ラインマーカーを投げる頻度を下げたら、目に見えて勝率上がったので使用頻度が激減した霊夢よ。おいっす。あくまでサブですからね。主軸に添えること自体おかしいんですよとマリサだぜ。というわけで今回は視聴者さんが名前変更した上でスナイプまでしてくれたので、その石を受け取ってラインマーカー使っていきましょう。注意、全部ただの偶然です。もちろん投げまくってるとただの戦犯なのでやりませんけど、むしろ私は完璧で究極の使いこなすにはあと2年は下積みが必要だな。しれっと生き地獄宣言しないで。こんなもん投げてる余裕はないんです。エリア塗り勝負がカツカツなので負けていられません。本当にガス欠ばっかりで燃費悪いな。大丈夫です、スライムの塗りを信じてください。先端の塗りが強化されてるんですから。それ恩恵ほぼないって言ってたじゃねえか。ジムが入りから使いたくなかったんだけど、しょうがないので紙タンクコロコロ大作戦でいきましょう。めっちゃ苦肉の策じゃねえか。断じてあんな見え見えだったのに気がつかずに焦って紙タンクを吐いたわけではありません。逆にこれ以外何を見てるんだよ。このチャンネルが大きくなるという夢かな。目の前の試合から先に見てくれ。ジムがいたけど食腕がないので助かりましたね。ちょい当たりしてるか。全員絶対全軍死中交代せよ。3個絶対倒せない司令官。よし、魔の手はここまで来れなかったようだ。最強の犯行をいなした私にもはや敵はいないと言っていいだろう。打ち合いのカバーに一発、そんですり抜けてった一人も撃破。望み通りサブでキルしましたよ。キルしてくださいって意味じゃないと思うよ。残り2人なんでエリアは取れるでしょう。スピークが倒されたから残りはジムだけだな。マップ紙タンクを体得した私にちょっとの射程なんぞ無力。逃げてる間にエリア確保お願いします。ジムは必要に追いかけてるが、これいけるんじゃね？うわーくっそ。ちょっとでも削れてれば一発でいけてたんだけど、真面目に戦ってもいいことないから追い返しただけ十分だろ。ジムの方は相手できないから、こっちから上がってくる誰かを。よし完璧。うわ、触腕で飛んできた。大丈夫です。今こそ私の言葉を思い出してください。あなたは、最近生声だけのサブチャンネルを設立した高橋さん。めっちゃ説明口調だな。登録よろしくね。触腕で飛んだ後はジャンプする人が多いので、高めを狙うようにすると倒すことができます。わかりました。でもあと一発なのに逃げられちゃいました。いや、今こそマメイダさんの力を見せる時ですよ。丸見差で倒してくれました。助かりましたね。あの演出必要だった。触腕大暴れを防げたので、ハンコの音？反応クソ流行ってきた。ハンコは倒されてるなら迎え撃っちゃえばいいか。いやいや今のは反則だって。こういう事故死もあるからガロンとの真っ向勝負はダメなんだな。ラインマーカー刺さってるから圧勝だと思ったのに、まあエリアは取れてるから別に相打ちでもいいんだけど、残り30カウントを押し切れるかどうか。おっとそんな構えちゃっていいのかな。サブを構えてる時は隙だらけよ。さすがは欠陥だらけのサブを使ってるだけのことはあるな。面構えが違うわ。残りカウントもないから前線ガン張りしてヘイト買えば勝ちでしょ。今上がってきたジムが最前線だから、これはどう頑張ってもエリアまではたどり着けないな。もはやただのキル数稼ぎに断突していって終了。どうですか久しぶりにラインマーカーが大活躍だったでしょう。投げてる頻度はいつも通りって感じでしたけど、だから投げれば投げるほど勝てなくなるって言ってるじゃないですか。活躍もクソもねえじゃねえか。ラインマーカーの強みは打ち合いが超絶強くなるという点です。それ以外はまあそれじゃあ2戦目いくわよ。ルールは変わってガチ破ら。ステージはおろうか言うんだな。おろーってやるの昨日やるの忘れてました。いいよその謎の申告。せっかく来たのにエリデコだけで動画が終わると思ったら大間違いです。おろうが来た時は取りため大チャンスなんですから。取りため大チャンスで。おまけに今日はローラーもいないので最高のコンディションです。というかローラーがいる試合確定で負けるから動画にならないだけですけど、負け確イベントなのおもろすぎだろ。なので動画になるときは万全のコンディションなのでお任せください。常日頃から万全のコンディションでいていただけると助かるのですが。これセンサーつくの？完全にダメージなかったけど、トラップの攻撃判定とセンサー判定って別で管理されてるんだな。全く知らなかったわ。範囲は同じっぽいけどダメージだけは壁貫通しないってことかしら。なんかすごいダイナミックな戦いしてる。イカのボリからの射撃もたまにある特集として強いけどな。イカのボリからのラインマーカーならよくやるんだけど、それは変態しかやらないだろ。高さが欲しいけどレキクルが広がると困る時に使ったりするわよ。硬直でカバーをくれたけど倒してくれたわ。関門に到達はしたがそうやすやすと突破はさせてくれなそうだな。人数は有利だがリッターが見てるから突破は無理そうだな。最近やってなかったから忘れてしまったようね。リッターが見てようが私は乗り込む。そう、なぜなら私には、棒だし。でもちょっと対角線になるように動く。これがあるので関門の突破ぐらいは余裕ですわ。それ以外のことが全くできなくなるけど、どっちもどっちだろそれ。まあまあ関門もいけたし初動としては十分でしょう。関門どころか第2関門までいきそうですけど。なんでそんなに生き残れてるの？さすがにヤグラジャンプは怖いからビーコンに飛ばせてもらえますか。関門突破しましたね。なんでだよ。いや、クソありがたいけどなんで、国際一本で第2関門まで押し込むって何もんですか？スペシャルのタイミングとか噛み合ってればノックアウトいけたのでは。2人が戻ってくるまで時間稼ぎに神タンク使いますか。やっぱり同じ高さより高所から撃った方が強いな神タンクは。それに櫓に張り付かれて完全にいなされてるしな。フォローなら壁張り付きもラインマーカーで触れるけど、それができるタイミングを見逃さないようにしましょうか。にしてもあの黒ザックのストイカのボディ射撃めっちゃ好きね。レククルブレちゃうから難しい気がするんだけど。お、ラッキー気づかれてない。キャッチ狩りももらいますよ。受け身だったけどギリ倒せた。もう一人がいたら嫌なんだけど。ジムの方は右奥の方にいるな。矢倉進めるためにもここで居座ってヘイト買ってみますか。アップねリッターこっち来んのかよ。まずい。完全に動けなくなってしまった。そんな霊夢を見かねてカウルショー2人同時に発動。いやもう最高すぎます。マジで助かりました。射程でわかってるのに、戦いたくないから放置でもいいかな。矢倉進んでるならそっち行った方がいいような気もするし、でも神タンク使えば対処はできるけど単独に使うのはちょっと、もたもたしてるせいで味方が倒されてるじゃねえか。さっさとどっちか決断すればよかった。壁裏いるんじゃないんかい？本日の教訓。決断するときは迷わずに、まさに今日の教訓ってわけですね。またしょうもないこと言って地球を滅亡させないでください。至ってしょうがなくなってしまう。さて、しょうもないこと言ったせいでなんか嫌な流れになってきたわ。また食腕来た。食腕の対処はさっきと同じです。あなたはさっき見たよこの流れ。インフルなのに今日のお昼に配信してた高橋さん何やってんだよ。おとなしく寝てろよ。食腕終わりの上を狙えばいいんですよね。やっぱり味方が倒してくれました。だからこの演出なんなの？なんか味方が超頼もしくて簡単に敵を蹴散らしてくれるんですけど、私も少しは役に立たないと。あれ？ここからじゃ届いてない？しまった。完全に味方ともろかぶりして失敗した。慌てて神タンクを吐くも完全に背後を取られうまくいかず、しかし霊夢以外が優秀で怠慢の状況にしてしまうほど強い。倒されたら確実に関門行かれるからここは無理しないでいいや。味方が帰ってくるまでの我慢タイムってことにしておきましょう。敵も来ちゃったけど一応耐久はできたでしょう。何か役に立たないととは思ってるんだけど、潔足でしょうもない倒され方したら元も子もないのよね。味方がキルが超得意みたいだから私のやることがないのよね。いやもういっそのことヘイト買うとかそっちの方でいいのでは。霊夢に釣られて姿出せば味方が倒してくれるだろうし。なるほどね。それならどんどん前行っちゃいましょう。私のことを無視できない存在になればそれが一番ありがたいわ。特にリッターなんて放置してたら面倒だから絶対に倒したい。ここまで来てるなら行っちゃえ。なんか一斉の攻めが通ってワイプアウトまで行ってるじゃねえか。やった。これは想定外だけどめっちゃラッキー。倒されないように前張っていい感じに時間稼ぎしましょう。そんで神タンクはあるからリッターが見えたらすぐに使う。危な、気がつかなかった。ギリギリ倒されずに発動して敵が追い返せるな。理想は倒せることなんだけど矢倉に寄せないだけで十分かな。で、矢倉は味方に任せて私は裏取りの方に行くわ。ここに入り込まれるのはなかなか面倒でしょ。味方からのセンサーも来たな。リッターもろとも受けたけどナイスウルショ。バルーン後ろでもウルショあるなら撃ってるだけで十分。もう一人いたぞ。さすがにこれはもらったわ。残り10カウントのところでワイプアウト。敵も全力で止めに来てるが、さすがに止めようがなさそうかな。そう焦ってインク切れしまくったわ。本当に味方が全員凄まじいほどうまくて何もできんかった。ラインマーカー投げてカバーする前に完全に倒しきってたしな。時々来る撃墜を味方にはしっかり甘えさせてもらいますってところで今回はここまで。次回もこんな調子でやってるから、また遊びに来てくれると嬉しいぜ。この動画はどうだったかな？良ければチャンネル登録高評価していってくれると嬉しいです。それじゃあまた別の動画でも会おうぜ。じゃあな。